はい、こんにちは、海坊主です。今回のねファーミングシミュレーターなんですけど、まあ前回からね1ヶ月経ってまだ2月です。2月なんかやることあんのかっつったってね特にやることも何にもないんですけど、ただねとあるものが中古市場に現れたのでね、それを購入してねちょっと雰囲気作りをしたいなと。であとはね、ただねその3月に大津麦の作付け時期が来るので、大津麦の作付けとひまわりの作付けもね行っていきたいと思います。まあ今回はねそこら辺をやっていく感じですかね。であとねこの先何をやっていこうかななんて言ってましたけど、とうとう手出しちゃおうかなと思ってんですよ。っていうのもねこれです、ブドウとオリーブこっちをやってみようかなと。はい、そうあんまりやりたくなかったんですけどね、ただね同じ作物だけやってってもねマンネリ化するのでね、まあねとりあえずね今回はねそんな感じで進めていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、じゃあねまずその中古車セールに出てきたもので、その雰囲気作りに必要なものって言ったらなーにっていうことでこれです。なんとなくね、なんでこんなの何に使うのって感じかもしれないんですけど、まあ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 ってところですよ。はい、まあこれをとりあえず1台購入しましょう。であとはね必要なものは普通のねトレーラーですけど、馬小屋に必要なトレーラーって何っていうことで、まあ本当にねちっちゃいやつでいいんですけどね、なんかねいいやつないかな。はい、トレーラーはねこちら購入しましょう。多分このぐらいがちょうどいいと思う。であとはね必要なのはテレハンドラーアタッチメントで、こちらのベールフォークかな。本当はねロールベールハンドラーでもいいんですけどね、まあ危ないけどこれにしときましょう。はい、じゃあとりあえずね向かいましょうか。その前にね中古なんでねやっぱり修理しときましょう。再塗装と修理。はい、行きましょう行きましょう。なんか気持ち悪いな、普段使わねえから。中折れじゃない方がね絶対いいんですけどね、ただたまたま出てきたのがね中折れなんでしょうがない。はい、行きましょう行きましょう。すごくおうおうちょっと待って、違う。はい、行きましょう行きましょう。もうねうっすら分かってると思うけどね、馬小屋のね雰囲気作りに使うだけですね。まあ実際ね少し使おうかなとは思いますよ、その程度ですだって馬小屋なんてほとんど構ってないじゃないですか現状。だからねそんなもんですよ。到着、もうまるっきりね別物のマップになってきてますよね。雰囲気が全然変わっちゃいましたもんね最初の頃から山削ってねそこにね馬小屋とかね格納庫建ててんですから。重い重い、やっぱパワーないねボッコボコだな、このアングルで見るとわかるけど。はい、とりあえずねまだ餌ほとんど減ってないんですけどね、一応餌入れときますか。そう、まだほとんど減ってないんですよ実は言うと。まあこれはね餌運搬のためのトレーラーなんですよ。で小屋の中ところにほら車庫みたいなのあったじゃないですか、あそこに入れとこうかなと。じゃあこのねテレハンドラ何に使うのっつったら、まあ一応ね馬用の藁のなんつうのあれする手ですね、納入っていうかそう運搬っていう手ですね、藁ベールの。じゃあ藁ベールどうすんのって感じかもしれないけど、藁ベールはね
後で作ってやろうかなと。ちょっと待ってね。確かこれ排出口を横にできるよね。そう、横にできるんですよ。はい、荷下ろし開始。こういう風にね。はい。あれって感じかもしれないけど、そうなんです。ほとんど減ってないんですよ、実は言うと。あー、気持ち悪い気持ち悪い。中折れ式でバックさせると気持ち悪いな。おい。ほら、こんな感じでね、しまっとくといい感じに見えるじゃないですか。これもね、はい。そうです、ただこれがやりたかった。そう、これがやりたいがためにね、お金を使った感じですね。あとでね、ここら辺にねベール積んどきましょうね。あとで馬ね、ほとんどね餌減ってないですから、むしろワラモが減ってんじゃねえって感じ。現在のね馬の価値もだいぶ上がってきましたね。そろそろ繁殖してくれんじゃねえのかなとは思うんですけどね。いいですね、人懐っこいですね。寄ってきてますね。まあいいや。とりあえずね、これがやりたかったってことでね、あとはね3月まで飛ばしましょう。3月はね結構やることいっぱいありますよ。はい、とりあえずね、いきなりね飛んでるかもしんないけど申し訳ありません。録画ボタンをね押し忘れてたみたいで、自分でねあれやこれやと独り言喋りながらね作業してたみたいで、残念ながらね1時間ぐらいねロスしてます。じゃあ現状をね報告します。3月になってね、とりあえず作付けを開始しました。で、畑もね、接続しました。まあ、その、とりあえずね、今ここ畑接続したところを、今石の除去やってるわけですけどね。ほら、もう、全部ね、耕し終わっちゃってるんですよ。で、これからね、石灰巻いて、大紬植えるぞってところまで来てるんですけど、ちょっと待ってくださいね。俺もね、今、パニックになっております。あれ取れてなかったみたいな。久々にやらかしましたよね、ほんと。まあ、前はよくやらかしてたんですけどね、最近は少なくなってきてたんですよ、こういうやらかしも。久々にやらかしましたね。久々ってわけでもねえが、この間もなんかやらかしたな。で、とりあえずね、プラかけ終わりましたけどね。じゃあなんでね、ディスクハロー使わねえでプラウを使ってるのかっていうと、実は言うとね、あそこの新しく買ったディスクハロー使い物になんなかったです。奇妙な動きをしてね、全然ね綺麗に耕してくれないんですよ。だから結局畑をねつなげてだけじゃなくて、耕しまでね、これでやりました。なので、次はね、新しいディスクハロー結局買うことになると思います。あのディスクハローは使い物になりませんでした。で、既存の畑の方はね、とりあえず、ひまわり、今、ここの時点で全部植え終わりました。あそこはね、ローラーをかけてます。いやいやいや、ほんとなんか1時間分ぐらいねロストしたのはちょっと悲しいですよね。下手げなところでね録画を止めるわけもんじゃないね。やっぱり容量がもったいないとはいえ、録画を切らないでね一発撮りで済ませよう。今度からブチブチやるからね、忘れがちになるんですよ。ほんと。とりあえず、
こっちもね、ローラーをかければひまわりの作業をね、3月全部終了です。だからね、ほんと1時間分の作業がほんと進んじゃってるんでね。あの馬小屋いじりから悲しいな。このね、とプレイ動画ってね、喋りながらこうやって動画にしてるわけじゃないですか。動画にしてるからね、この独り言喋ってるのも意味あるのではってね、さっなんつうの、ちゃんとキャプチャーできてなかったらね、誰もいねえところで一人で永遠と喋りながらね、しかも人に聞かせる体で喋ってるっていう凄まじく寒い状況ですよね、客観視すると。撮れてないとね、全く意味ないですもんね。はい、ということでね、はい、じゃあ行きましょう。これ何運んでるかっつったらね、石灰ですから。新しい畑のね、石灰撒くのにね、大量に石灰使うから、そんなにね、ちょこちょこ補給したりしたきしなんていうのめんどくせえからね、やりたくねえっつうのでね、これを買ったわけですからね、これを使わないことにはね、意味ないっていうことで、運んでる途中にね、気づいたわけですよ。あれ、そういえば俺録画キャプチャーボタン押したっけかなみたいな。そしたら案の定押してなかったってオチですよ。ほんと、って感じ。マスオさんになるよね。ビャーうまいっつって。って感じ。はい、石灰ね、巻いていきましょうね。どうせすごい使うだろうからね、足りるかな、逆にここで。そのぐらいの勢いです。